プラスキ軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は38万2748人であり、2000年の36万1474人から5.9%増加した。軍庁所在地は州都でもあるリトルロック市であり、州内で人口最大の都市でもある。 プラスキ軍は1818 18年12月15日に、クレイ軍とヘンプステッド軍と共に、州内5番目の軍として設立され、軍名はアメリカ独立戦争の時に、ジョージ・ワシントンの命を救ったポーランドからの、ガ願軍人、カジミエ・シュプワスキ伯爵にちなんで名付けられた。プラスキ軍は、リトルロック・ノース・リトルロック・コンウェイ大都市圏の中核となる軍である。 都市圏人口は2010年で約70万人である。南北戦争の1863年、プラス機群でバイユーフーシェの戦いが起こった。1928年、国内最古級のウォーターパークである、ウィロースプリングスウォーターパークがオープンした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は807.84平方マイルであり、このうち、 陸地770.82平方マイル、水域は37.02平方マイルで、水域率は4.58%である。人口ピラミッドプラス機群調査に当初から、ある部分以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アーカンソー州強制ラ来ツビル刑務所が、ライツビル市内にある。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各区には、 未編入領域と変入渦み自治体がある。現代の軍区にはその維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また経図調査など歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は統計調査に基づいて扱われる。プラスキ軍の軍区はカキリストの2区のみである。 ありがとうございます。